ようこそ皇室ジャパンへ。1月19日皇居の正殿において天皇皇后両陛下のご主催で格式高い歌会始めの儀が盛大に執り行われました。この伝統ある行事は皇族と国民が同じ題目をもとに和歌を詠み心を通わせる貴重な機会となっております。今年のテーマは和であり、天皇陛下は出会いの中で見つけた人々の笑顔を、皇后雅子さまは愛する長女愛子さまの成長とその喜びを詠まれました。また天皇家を支える歌の御用係永田さんより、天皇陛下が皇后雅子さまに何か特別なものを譲られたという心温まるエピソードが披露されました。ぜひ最後までご覧ください。皇后陛下にお譲りになってはいかがでしょうか。昨年の冬、永田さんは温まる提案を天皇陛下にメールで送りました。天皇陛下からの返信は、期待通り喜んでという温かい内容だったといいます。このやり取りを通じて永田さんは天皇陛下と皇后雅子さまの深い絆と仲睦まじさを感じ取り、その話をする際には嬉しそうな笑顔を見せながら振り返りました。この時天皇陛下が皇后雅子さまにお譲りになったのは他ならぬ和歌でした。天皇陛下をはじめとする皇族の皆様は新春を彩る宮中行事歌会始めの儀に向けて年末までに和歌を仕上げられます。この大切な和歌の作成に際して和歌の御用係である永田さんとのやり取りが行われるのです。和歌に関するご相談は対面での指導を思い浮かべがちですが、実は以前からファックスによる交流も行われていました。格式高い宮家においては侍従が皇族の方々が読まれた和歌の紙を歴代の御用係へ届けるという伝統もあります。しかし新型感染症の拡大を受け、感染防止の観点からメールでのやり取りが増えたとのことです。天皇陛下は今年のテーマ和にちなんで心を込めて3種の和歌を詠まれました。その中の一種では平和という意味深い言葉を使って和の精神を表現されました。興味深いことに皇后雅子さまも平和をテーマに和歌を詠まれ、結果として両陛下の和歌が驚くほどの調和を見せ、お揃いとなりました。歌会始めの儀の日には天皇陛下の和歌が披講されました。この御声は訪問先で出会われた人々の笑顔とその心温まる交流を通じて陛下ご自身の心が和んだという深い感慨を読み込んだ作品となりました。おちこちの旅路に会える人々の笑顔を見れば心和みぬ。今年の歌会始めの儀では天皇陛下が皇后雅子さまへ和歌をお譲りになるという心温まるエピソードが誕生しました。この提案を永田さんがされた背景には単にご夫婦間の譲り合いを促すという意味だけではありませんでした。披講されたおちこちのの和歌は陛下が詠まれた他の2種と比べても完成度が高く際立っていましたと永田さんは述べています。この和歌が国民との深い結びつきを感じさせるものであり、天皇としての歌に最もふさわしいと感じたため、
その提案がなされたのです。永田さんは天皇陛下の和歌から天皇が背負われている重大な責任の一端を感じ取るとお話ししています。天皇や皇族の方々にとって国民との触れ合いは重要な役割を担っています。しかしその公務が常に穏やかなものばかりではなく、時には被災地訪問のように心重い責任を伴うこともございますと述べられています。例えば能登半島地震の際にも適切な時期に両陛下が被災地を訪問されることが予想されます。その際、家族や家を失われた方々にどのような慰めの言葉をかけるべきか、また訪問のタイミングが復興活動に影響を与えないよう慎重に選ばれる必要があります。このような配慮と慎重さは被災地への追加的な負担を避けるために欠かせません。天皇陛下や皇族の方々は緊張を保ちつつも国民と心を通わせようと被災地をはじめとするさまざまな場所を訪問されます。そのような状況の中で国民からの笑顔に接された際、陛下は心から安堵されたことでしょう。和というテーマのもと、心が和むという感情を読み込まれた女性は、皆様の笑顔が私の心を穏やかにしてくれますという天皇陛下から国民への励ましと感謝の気持ちが込められていると受け取れますと述べられています。この言葉は陛下と国民との深い絆を象徴するものであり、互いの思いやりと感謝の心を表しています。能登半島地震は新年の元日に発生し、歌会始めの儀はその後の19日に行われました。天皇陛下がこの和歌を詠まれたのは地震が起こる前のことでした。永田さんはこの御声には直接能登半島という言葉は含まれていないものの、能登半島地震で被災された方々へまだ直接お会いすることはかなっておりませんが、深い心配の念を抱いておりますという強いメッセージ性を持つ作品として捉えています。では皇后雅子さまが詠まれた和歌は、天皇陛下がお譲りになった平和というテーマに沿ってどのような内容となったのでしょうか。この和歌では愛子内親王殿下が中学生の時、修学旅行で広島の原爆ドームを初めて訪れた際の体験と、平和に対する切実な願いが卒業文集に記されたことが題材となっています。広島を初めてとして平和への深き思いを阿子は綴れり、この素晴らしいお歌に対し天皇陛下が喜んで譲ってくださったのは、陛下も皇后雅子さまのこのお歌を後世に残すことの大切さを感じられたからでしょうと永田さんはおっしゃいます。平和というテーマについてはしばしば平和の重要性を守り抜くべきとか平和を願うという抽象的な理念で考えがちです。しかし皇后雅子さまの和歌は、愛子内親王殿下が実際に広島を訪れて直接感じた体験と深い思索をもとにしており、その具体性が和歌に説得力と深みを与えていると永田さんは語っています。通常思いという表現に用いられることが多い中で、思いという字を選ぶことにより、愛子内親王殿下の深い思いにさらなる重みを加えたと言われています。自らが目にし
感じ取ったことを文字に託すのが和歌の醍醐味です。愛子さまの体験を通じて読まれたこの一首は、皇后雅子さまの独特の感性から生まれた、他にはない和歌となりましたと永田さんは語ります。皇后雅子さまは皇太子妃の時代から歌会始めで愛子さまの成長を読んでこられました。皇室の和歌が公的な内容を読むべきという意見も存在しますが、永田さんは天皇や皇后といった公的な立場を意識する必要があるとしつつも、時には公的な立場を超えた個人的な和歌も読んでいただきたいとの願いを両陛下や皇族の方々に伝えています。これは和歌を通じて天皇や皇后、皇族の方々の人間らしい姿を伝えることの価値を信じているからです。個人としての感情や考えが伝わることで、皇室が決して遠い存在ではなく、私たちと同じ感情を抱き、同じことを考える人々であると感じ、親しみや共感を持つことができるのではないでしょうか、と永田さんは述べています。永田さんは、私たちが天皇や皇后という肩書きに注目するのではなく、成人天皇としての人柄や雅子皇后が何に関心を持つ人物かを理解することが、親しみを感じるきっかけになると述べています。和歌は自らの思いやメッセージを込める芸術です。歌会始めの儀はそんな和歌を通じて皇室と国民が心を通わせ、互いの絆を深める貴重な機会を提供します。令和の時代もはや6年目を迎え、天皇陛下と皇后雅子さまの和歌がお二人の豊かな人柄や内なる思いを多くの人々に伝えていくでしょう。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。